えー、男上司と不倫中、私が女先輩に誘導尋問され、同様で上手に否定できず、彼との不倫を疑われ中、先輩から上司にあの子不倫してるでしょうと問い詰めるラインが来ました。彼は否定してますが信じてくれず、私も彼女に、えー、彼は無実なので誤解を解きたいと言ってますが、未読虫、えー。疑惑を持っているのは彼女だけという前提で、彼女に誤解だったと納得してもらい、この関係を今後も続けるために最善の方向を教えてください。えっと、納得することはないと思います。 でも逆に言うと彼女しか思ってないのであれば、証拠もない状態なので、そう思ってる人はそうだよねっていうだけでほっとけばいいと思います。要はその証拠がなくて言いふらしてる人がいるよねっていうだけの問題で、この人前からそういうの言いふらすんだけどめんどくさいんだよね、どうしたらいいっていう、あの人おかしいよねっていう空気感っていうのを先に作っとけばいいだけだと思います。ま、証拠に切られちゃうんだったら多分アウトです。えっと、自動車販売店で整備士をやり始め4年目です。え、今年になって <laughs>、真顔になったな、突然 <laughs>。 え、今年になって自動車系社員の資格を取りました。えっ、ー、と、自動車整備士は稼ぎが少なくあまりモチベーションがあがりません。えー、専門学校の2年間と社会に出て働いたのを倒せで6年間の経験を生かし、自動車営業をしたいと考えています。この先自動車販売の営業に未来はあるでしょうかまた何かおすすめの対象だけはありますでしょうかえっと、あの、業界としての未来は縮小傾向になります。えっと、まあ、その、 電気自動車みたいな安いものしか売れないよねっていうのと、そもそも日本不景気だよねっていうのがあって、で、その日本の場合ガソリン自動車売ってるんですけど、まあ、その2030年からどんどんガソリン自動車って世界中から売れなくなるので、そろそろきついよねってなるんですけど、ただ業界としてはそうなんですけど、個人としてどう立ち入れるのかっていうのはまた別だったりするんですよね。要はその、業界として自動車が売れなくなりましたってなったとしても、その個人では割と売り上げ上がってますって人は全然いるんですよね。 例えばあの、今出版業って全体としては縮小してて、本ってみんな買わなくなっちゃってるんですよ。まあそんなにみんな本屋行かないし、その携帯電話のゲームとかばっかりやってるので、その本とか,かあの雑誌とか読まないよねってあるんですけど、ただ僕その、なんか後書きぐらいしか書かない本とかで、なんか何万部とか売れたりするんですよ。なのでその出版業界は儲かってないんですけど、ただ僕はその出版をすると楽に儲かるっていう状況ではあるんですよ。 そのなんか後がけ800文字ぐらいでなぜか1冊本ができてでなんか何万分も売れて印税10%なのでそれなりに金額入るみたいになるんですけどなのでその個人として儲かるかっていうのと業界としてどう動くかっていうのは違う問題なので業界としては自動車販売ってきついとは思うんですけどただじゃあその金持ちの友達が多いですとか,なんか物を売った後にそのなんに売った人に好かれる可能性が高い人ってまあ例えば金持ちって3年に1回ぐらい車乗り換えたりするんですよね。 なので、そうすると、3年に1回の乗り、あの、し、その金持ちっていうのを300人知ってると、だいたい1年に100台ぐらい買ってくれるわけじゃないですか。では、300人が3年に1回、あの、自動車買えるってことは、まあ、1年に100人ぐらいが自動車買えてくれるので、そうすると、あの、今年だとこれがいいっすよみたいな言って、あの、100台売って、次の年だとまあ、それ売ってっていうのをぐるぐる回すっていうのができるので、なので、その、個人として知り合いが多いかどうかっていうので、全然その売り上げって変わってくるので、 これ、あれっすね。25歳理系大卒です。えー、超公民してましたが、いろいろやって病んでしまい、逃げるように最近退職してしまいました。現在無職で大学で学んだ専門業界も嫌いになってしまい、その方向で転職したがありません。やりたい仕事や行きたい企業もなく、どうしたらいいかわかりません。早く社会復帰したいと思いますが、何をするにも億劫で退職してから1週間もたらだ過ごしています。ひろきさんが僕と同じ立場だったら、どう、何を感じますか えっと、25歳で、えっ、ー、と、大卒なので3年ぐらい公務員やったあざと思うので、1ヶ月サボると失業手当もらえると思うんですよね。なので、多分失業手当、半年か1年ぐらいもらえると思うので、どうせだったらもう休んでみた方がいいと思いますよ。お金の問題を一応失業手当がもらえればなんとかなるので、なので、あの、 こっそりバイトするとかだと、まあ、バレちゃうので、あの、副業で、なんか、あの、バレないような副業を、その友達の、なんか、自営業のとこ手伝ってみるだったりとか、旅行をするだったりっていうので、なので、割と、あの、ちょっと自由な時間っていうのを、一回試してみるといいんじゃないかなと思います。で初めてスパーチャーします。大学中退転職歴6回、確保職種バラバラ、総合失調症、無職の31歳の女です。親と同居してます。自立したいのですが、国家資格を取った方がいいでしょうか えっと、高卒だと若いうちはまあその仕事すぐ見つかるのでいいんですけど、割と30過ぎるとだんだん仕事採用率下がってくると思うので、資格取った方が採用率上がると思いますよ。なので、ちょうど今暇なのであれば、あの、資格取れるんだったら取っちゃった方がいいと思います。多分、大学もそこそこのとこ行ったタイプな気がするんで。 コミックゆり姫という雑誌で連載をしているサーカスプラスというガールズラブコミックが大好きです。いつまでも連載してほしいのですが読者ができることは何でしょうか単行本やグッズを複数買ったり友達に勧めたりはしています。えっ、ー、とね、その、まあ、結局、そのコミックがどれぐらい売れるかっていうので、まあ、あの、その出版社の売り上げが入るのもあるんですけど、あとその、そのコミックゆり姫がアンケートみたいなのをやってるかどうかですよね。 あの、ジャンプの場合って、そのアンケートで連載を続けるかどうか決めたりするので、なので結構アンケートが重要だったりするんですよ。で、ジャンプって、まあ今でも200万部とか出てるのかなあの、毎週。で、ただアンケート本当に答える人ってそんなに多くないので、なので10冊ぐらい買って10人分アンケート送るだけでも結構な割合になったりするんですよ。なので、もしそのコミックユニーク姫がアンケートやってるタイプだとしたら、ちょっと雑誌を毎月、あの、多めに買って、アンケートいっぱい答えるっていうのをやってみてください。